さあ今宵も行きましょうか今宵ラジオでお送りいたします本日はねユイガのあの事件をお送りしたいなと思いますおそらくね西高前一家はこれが引き金となったんじゃないのかっていうところがちょっとね見えてきましたんでそこをねお送りしたいなと思うんですけどまあそこを語るにあたって どういった経緯があったのかっていうところを説明していきますとまずね、イ雅が添い寝、ね、募集とかね、その彼女募集みたいなことを X でポストしました、でそこに応募したのが西高舞。で、まあ、一説によるとね、お母さんがそのリスナーで、まあ、あんた応募しなさいよって言ったっていう説もありますが、まあ、西高舞。 本人かもしれないんで、そこはね定かではないんですが、まず、あ、ら応募したというようなところで、そして2人は交際に至るっていうのが昨年の前半ですね。で途中から、イガもね、彼女できましたっていうふうに、X にて報告で、それ以降はね、まあ、それなりにやっぱラブラブだったんですよ。ラブラブブ ただね、その間も、どうもね、その一緒になって逮捕された岩城秀平ともそれなりに関係があったみたいでまあ、音楽、岩城はちょっとバンド組んでたそうなんですけど、まあ、音楽が好きみたいなね、ある意味、ね、その時は友達みたいな感覚だったのではないかと思われますが。まあ その時にはもうすでに関係、まあ、人付き合いはあったとそして名古屋に行くんですよ企画で,でそこで2人で喧嘩でその際ねなんか結構いろんな人も関わっても、まあ、めにもめっていうとこになったそうなんですよなんででねそこで まあ企画だったからっていうのもあると思うんですけどいろんな人が関わって揉めに揉めでそのユイガと西高舞は破局っていうとこなんですがただねそのユイ,ユイガが西高舞の名義でクレジットカードを複数使っ作っておりそれでね結構 こんな数の買い物をしてしてまったんでどうもね結賀が,が言うにはその約90万の借金がありましたよというようなとこなんですよで当初はねイ賀も払っていたそうなんですけど途中からねまあ別れたからとかそういうことを言ってあんま返さない方向になってったみたいなんですけどでそこでお父さんであったりお母さんがね登場してきてイ賀を 攻撃します。で、西高前も攻撃します。そこからね。もう本当視聴者であったり。他の配信者、いろんなものを巻き込んでのその壮絶バトルになっていくんですよ。で、その間もね。唯我はその西高前に対する脅迫として罰金刑を食らっております。まあそれなりにね。唯我としても強い口調で。 たたっっていいうとこあったんじゃななのかなどうもね、喧嘩した時に相当な剣幕で切れたとも言われていますんで、じゃなかったらね、罰金になることもないんで、まあ、結構ひどかったのではないかっていうことが、そこで想定されます。ではね、そこまでは警察に言ったりとか、そういうので、まあ、その、 まだ犯罪に向かっていく事件に向かっていくっていうことまでには達していなかったんですよ。現にね警察に言ってそれで終わり終わりにするってねお母さんも言っていたんですよ。じゃあなんでそこから飛び越えてじゃああんな事件が起きたのっていう話になってくるんですけどその後もねやっぱユイガはけじめをつけていなくて。 まあお金もね、ちゃんと返済していません。で、それが滞っている状況になっている。で、お父さんもね、まあ本当、ミクも、みんながね、もう頭ぐりぐり状態になっていたわけなんですよ。もう本当、元恋人とかね、そういうのではなくて、とにかく攻撃したい、とにかく不幸になれみたいなね、そういう状況に西高舞一家がなってくんですよ。 それこそねやったらやり返す倍返しだ100倍返し1000万倍返しみたいなねそんなノリになっていきまして本当あいつが存在すること自体がムカつくみたいになっていくんですでそんな中ねイガが,が11月かな12月の前半かなその福岡に行くんですよでどうもね 昔付き合っていた人と会っていたそうなんですよ。でその配信のをする。でイガもねこれからベッドインみたいなことを X でポストします。でそれらによってあれ2人付き合ってんじゃねみたいなねそういうのが掲示板で噂になっていくんですよ。で西高舞がそれに反応する。 あれあいつ幸せになってんの何やってんの何してくれてんのむかつくわけですよ。とかいうね西高舞もその時にはもうすでにねいわき中平と交際をしておりますいやお前もだろっていう話になってくるんですけどだってね西高舞も付き合ってるんですよもうすでに相手がいる。でもも自分には相手がいても 唯我に相手がいるのは許せないそういうもうそれぐらい恨んでいるもう憎んでいるもしかしたらねそこまで憎むってちょっと病的というかその音量、息量レベルなんで、まあ、相当なポンプその空気入れっていうのがあったんじゃないのかなっていう気もしないでもないんですけどそしてお父さんも唯我のねそのポストを見つけて。 もう本当、笑けてくると。なんでこれと。お前何幸せになってんだ。しかも、やることやんないで。むしろそっちの方だけやることやってんじゃねえかというようになっていくんで、まあ、それが引き金になったんじゃないの。これはね、その、一見すると、よりを戻したっていうことが、 その引き金になったっていうふうに捉えがちなんですけどそこじゃないんですよ。そこじゃない。幸せな姿を見せつけられた。で、なんでお前は幸せになってんだというのが原因だと思うんですよ。なんでって、お前はもっと苦しむべきだと。もう本当。 とにかく恨んでいるから、もう不幸で苦しんでいる姿が見たいわけですよ。もう、お前は俺,に対俺らに対して、私たちに対してこんだけのことをしたんだから苦し,苦しまないとダメでしょっていう、もっと徹底的に潰してやるみたいな、そういう気持ちになっていたんで、で、なんで幸せになってんの何笑顔、喜んじゃってんのおい、おいって。そういう状況なんですよ。その これがね彼女ができたではなくて宝くじに当たったでも多分ね引き金になってた可能性はあるんじゃないのかなとは思うんですまたはねそのスポンサーができてそのスポンサーからお金を多額のお金をもらったとかまたはね配信でブレイクしてとんでもない再生数になったそれも それでも引き金になったと思いますよ。っていうように、その憎き相手が何で幸せになってんだっていうところがポイントだと私は思っております。だからね、もうそんなのをポストしたり配信したりするからそれもよりムカつくと。まあ確かにね、その元カノだからその彼女っていうポジションが っていうのもあると思うんですけどねあると思うんだけど、根幹はね、なんでお前、幸せになってんのっていうところだと思いますけどね。で、なんかね、弁護士を通じて、その、ガーシーみたいになってもらいたい、その番になってもらいたいっていうようなね、そういう思考になっていったみたいなんですよ。 もう常に A 版でその何て言うんだろうもう目につかないようにしてくれというような気持ちになっていったみたいなんですまあそこまでいけばねもう十分同期形成はされていると思いますんでいやはやいやはやってとこですねまあでもね配信者と交際をしたりしたらねそりゃ そうなるところもあるよね。相手がさ、例えばね、昔苦楽を共にして、なんか不義理をされたとするじゃないですか。で、そんな相手がね、配信者として仮に成功してしまったり、何かで幸せになってる姿を見たらさ、そりゃムカつくよね。で、それが動機になっちゃったんじゃないのっていう。いやー、ちょっとね、 まあ配信者で自分の生活自体がやっぱりねコンテンツだからユ結果としてはねそういうのも出すっていうのはわからんでもないけどせめてね話をしっかりとつけて相手がねムカつくんだけどその消化できる状態にしておかないといけないよねそういうのを全部そのなあなあにしたまんま次から次に行っちゃうっていうねまあ確かにね 話しし合いがたたかったで電話もしても途中で出てくれないとか家に行ったらねこう警察呼ばれてしまってちゃんと話し合いができなかったっていうのもあるみたいなんですけど何だろうにしてもねちょっとこれかベッドインみたいなのはさすがにポストすべきではなかったね。 そういうねところがね今回の事件につながっていったんじゃないのかななんて思われますいやーそうなるとねちょっと話も変わってくるよね娘であったり妹を守りたかったっていう話ではなくてもう本当に純粋にみんながみんなもうムカついていたんだよと。で なんだよあいつムカつくなと幸せになりやがっててめえこの野郎っていうのがもう動機なんじゃないのかなとは私は思いました、まあ、真相は分かんないですよ真相は分かんないですけど、まあ、今後、まあ、裁判等々になってきたならその辺がね明らかになってくると思われますいやまあ配信者ならではって ってほんとねいろんな人が絡んで絡み合ってでまあ空気が入っちゃったっていうところもあるだろうけどなんだろうほんとこの界わい特有のものがねよりお互いを兼ねつお互いっていうかね 加熱させてしまったんじゃないのかなっていうのをちょっと感じてしまいました怖いね本当に <laughs> いやちょっと私も気をつけないといけないですねって言いながらもう私はねそういうなんだろう配信界隈の誰かと揉めてっていうつもりもないし あってどうのこうのっていうつもりもないんでまあ問題ないとは思いますけど気をつけないといけないねではまたお会いしましょうチャンネル登録をお願いいたしますまたね